というわけで、こんにちは、ハトです。というわけで、今日もハートフルボーイフレンド、プレイしていきたいと思います。なんか音量でかくね、 BGM の音量でかくねと思った君、間違ってないぞ。私も編集しててでかいと思った。でもね、このゲーム驚きなことにですね、オプションがないっていう、音量を設定できないんだ。とりあえず PS4 本体で音量調整で一番低くしてみて、一番ではないね、下から3メモリぐらいまで下げたよ。とりあえず続きをやっていきたいと思います。今日は学園祭、うちのクラスはメイド喫茶を担当することになったんだけど、私たちが店番するのは今日、初日の今日じゃなくて明日なんだよね。今日は時間を持て余しているんだけど、せっかくだからどこかに遊びに行かないとね。そうだ、隣のクラスはお化け屋敷をやってるんだっけ。やたら気合が入ってるって好評だし、行ってみようかな。私と同じ今日は自由時間の子は咲夜くんかよ。もう咲夜ルート入っちゃった。これ咲夜くんを誘ってお化け屋敷に行ってみる？おう、そうだよ。咲夜くん誘うんだよ。咲夜くん、何か用か？咲夜くんも店番は明日だよね。一緒に遊びに行かない？遊びに行く？無意に時間を消費するだけだ。どうせボンクのボンクによるボンクのための芸しかないんだろう。じゃあお前なんで来てんだよ、この学校に。そんなの言ってみないとわからないよ。それに庶民の生活の視察も偉い鳥の仕事でしょ。偉い鳥ってなんすか。む歯がゆい、ね、絶対に負けられない鳩がここにいるんです。一理あるかもしれないな。どうせここにいても時間を無駄にするだけだ。どっちにしろ無駄なんじゃないか。少しだけなら付き合ってやってもいいぞ。なんだこれは。右の継ぎはぎのフランケンハート、ちょっと可愛いな。お化け屋敷だよ。なんだそれは、忍者が出てくるのか。違うよ、忍者が出てくるのは忍者屋敷だよ。あいえー、ハートなんで。屋敷とつく建物ならいずれも忍者が潜んでいると思えと、ウボが言っていたぞ。ニューボだかな。サクヤくん、もしかして侍も現役だと思ってる系の外長なのかな。てか外人設定なのかな。テーマパークを小さくした感じっていうか、ほらホーンテッドなんちゃら的なもんだよ。私はこの館の主、コーンテッドトリー。ここには幽霊の鳩がうんあんさか。くだらないな。どうせ子供だましの息を出ないんだろう。行くぞ。あ、ちょっと待って、咲夜くん。なんだこれは、暗くて全然見えないぞ。あ、そうか、咲夜くん鳥目だから暗いと見えないんだね。何か踏んだ。今何か不快なものを踏んだぞ。やめろ、離せ。うわ。咲夜くん、落ち着いて。お化けっちゃダメだってば。お化けっちゃダメだってばってなんだよ。離せー。ぜーぜー。こんなに動揺している咲夜くん、初めて見た。とりあえず満喫してもらえたし、よかったのかな。大変、数学の宿題と間違えてリコーダーを提出しちゃった。何それ、どういうこと。絶対間違いないっしょ。やっべー、数学終わった。さてと、はい、リコーダーならねえわ。どうしよう、まだ七木先生は職員室にいるかな。先生が気づくわ、その前に。失礼しまー。あれ、七木先生と、岩峰先生だ。ちょっと珍しい組み合わせな気がする。
岩峰先生ってあの保健室の先生ね。それではこの時計に関しても不自然な点はないと、僕はそう思います。ここ数年の生徒たちの通知データにやや特徴的な偏りがあるのです。その分析に関して数学の専門家であるあなたのご意見を伺えたらと思っていたのですが、どうやら私はあなたを過大評価していたらしい。ご期待に応えられなくてすいません。どうしよう。荒木先生をフォローする。岩峰先生に便乗する。え、いや、何の話かも全くわかんないのに。とりあえず担任フォローしとこうよ。荒木先生をいじめないでください。何ですか、あなたは。あ、アッカーマンさんだ。どうしたのかな。あの、七木先生、私今日の数学の授業で、問題集と間違えてリコーダーを提出しちゃったんです。あれ、本当だ。紙の間に笛が挟まってるね。気づけよ。こっちが問題集です。すみません。担任が担任なら生徒も生徒か。今日の音楽の授業も楽しかった。一話ずつ前に出て、読書のテストって緊張しちゃうけど、たまにはこういうのもいいよね。今日は調子が良かったから気持ちよく歌えたし。さて次は物理だしさっさと移動移動。ってあれ?咲夜くんが音楽準備室にまとめられた楽器たちを見つめている。話しかけてきてるとか言うなよ。どうしたの咲夜くん、移動しないの?アッカーマンは芸術というものをどう思う?芸術?突然何を言い出すのこのクジャクバとは。貴様なら少しは理解しているのではないかと思って聞いている。芸術というものをどう思う?いきなりそんなことを言われても、そもそもそういうのって言葉で表現するものじゃないような気がするよ。ちょっと待って。何その展開の入り口。ドストエフスキーは言った。てか、ドストエフスキーがいる世界なの?なんか主人公以外人間いたんだ。芸術家とは己自身に耳を傾け、率直な気持ちでその声を書き留める熱心な労働者だと。表現者とは、げげなものだ。さくやくんは暗い面持ちで出て行ってしまった。何かあったのかな?続いて本日の取材となりますが、聖ビジョネーション学園に入学した人類親善大使に関する観察結果をご報告いたします。人類親善大使?ご覧の通り、この人間は親善大使を名乗りながら、十分に鳥類と親交を深めているとは言えないようです。我々、タカ派としてはこの事態を見過ごすことはできません。親善大使でさえこの程度の愛情なのです。人類全体ではどうか。ここで改めて論じるまでもないでしょう。この人間は規定の条件を乱すことができませんでした。当初の計画通り始末することに、始末?することにいたします。以上です。星の輝く素敵な夜、テンション上がっちゃうな。ほい。今何か音が聞こう。くせ者、何やつじゃ。鳴る必要ない。2秒で終わりだ。残念、私の動きはここで終わってしまった。どういうこと?どういうこと?まだ2学期の中盤じゃんね。パンの耳、スマートフォン、冷凍ピザ、万引き。残念、私の冒険はここで終わってしまった。終わり?ちょっと待って。これで終わりなの今日。今日というかもう、終わりなの?どういうこと?というわけで何やら終わりらしいです。というわけで、ハードフルボーイフレンドでした。全然縛らない終わり方だね。なんかのルートに入んなきゃダメだったのかな。てか、親善大使なんでもうわからないことだらけだな。というわけで、とりあえず今日はここで終了いたします。